今日はね、何をしようかっていうとですね、実はね、バグラビーの方で、次にね、がっつりやる企画がですね、藤本たつきと女たちっていうね、<laughs> 藤本たつきの描く女たちっていうのが、ちょっとあの、まあ、チェーンソーマンのあのね、あの人ですけど、チェーンソーマンの中に出てくる女たちっていうのが、まあ、今までの漫画のキャラクターとだいぶ違っている部分があるなっていうのをちょっと感じるんですよね。まあ、あか、 あの、何人も、あれ系の人はいるんですけど、だいぶ進んだなっていうのは実感なんですよね。で、その話をしようかなと思った時に、ちょっと待てよと。女をね、描くっていうね、ことです。漫画の中で女を描くって描くっていう時に、男が女を描く時に、女のことがどれくらいわかってるかっていうことで、だいぶ変わってくると思うんですよね。だいたいね、その、少年漫画、 青年漫画もそうです。ヤングシーなんかもそうですけど、大体ね、男が描く女、男性作家が描いている漫画の、えー、女の子っていうのは、リアリティがないって、そんな女いないよって批判されてきたんですよね。ちょっと待てよと。えー、それはそうかもしれないがっていうねえ。じゃあ誰がリアルな女、本当の女っていうのね、本質的な女みたいなものを、えー、描けるのかっていうね、男の作家で。男性作家で、 誰が一番、えー、女っていうのをね表現することができているのかっていうので、ね、ちょっと考えてみようかなと思ったわけです今回は。今回ちょっとそういうこと考えるっていうのはあんまりないと思うんですけどでもあの人女かけてるねとかあの人女,女こと全く分かってないねっていうのもあったりとかしてこれ辺はねだから裏返せば女性作家がどれくらい男を知ってるのかみたいなところにもこうまあ リンクする話なんですけど、まあ、僕がデビューがですね、ヤング史だったので、ヤング史ってあれなんですよね。少年誌と青年誌の間に挟まれていると。で、青年誌でもあるんだけどね。なんだ、そのターゲット層が、ねえー、大学生、高校生、大学生ぐらいのこと。 とところを狙っって作ったとか、スピリッツなんかが大学生社会人若手みたいな人をターゲットにしてたんで「あのヤングサンデー」っていうのはそ,のそ,それよりもちょい若いっていうかだからやっぱ高校生大学生くらいのね二十歳前後ぐらいのを狙ってたっていうところがあってそうするとねそそろそろ女のことが分か,ってる分かってきた人たちも読んでるんででるすよ。少年誌とは違うんですよ。 少年誌は女性をファンタジーとしても書いても全然構わないっていうその、そういう感じだったんですよね。でも、だけど、実際にその女っていうものに出会っちゃった、デートしちゃった、いたしちゃったみたいな、あ経験のある人たちも読んでるっていうのがヤング誌だったので、その中で、じゃああの、作者がね、どれくらいその女が書けるかっていうのは結構ね、課題だったわけですよ。ところがね、そもそも、 漫画家ってそういうことが苦手っていうかねその女性と付き合うのが苦手でえばっかり描いてましたみたいな人が多いわけですよね。だからあの めちゃくちゃ女には詳しいんだけど、デートしたことがないみたいなね。<laughs> じゃあどういうふうに詳しいのかっていうと、あの、女の肉体の構造についてはめちゃめちゃ僕はあの、学んできましたけど、とかね、こういう時にこんなこと言うんでしょ、女って、みたいなことをアニメで見ました、みたいな人はまあたくさんいるわけですよね。で、その脳みそから生まれてくるものっていうものを、まあ割と批判されてたし、僕もちょっとその批判してた部分もあるんですけど、逆にね、それが面白いとも言えるんですよね。その、だから、まず第一に、 そんな女いねえよって男たちに言われる女についてちょっと考えてみたいと思うんですけどね。えー、まあ要するに、その男が書いた、 漫画の中に出てくる都合のいい女たちっていうのが、どういう風な、えー、分類になってるかっていうと、僕は主に4つだと思うんですね。で、1つ目が、あの、清楚系っていう、いわゆる分かりやすく清楚系だと思います。で、これは、まあ、そもそもがね、日本の昭和の、まあ、映画なんかに出てくる、ね、小津安二郎の映画に出てくる原節子みたいな感じですよね。お父さんと一緒に暮らしていればそれでいいんですみたいな。私は犠牲になってもお父さんに幸せになってほしいですみたいなことを普通に言う女っていうね。で、自分が犠牲になっても、 いいんですっていう女性っていうかねそれでいて、ま、あの上品で綺麗でみたいなね <laughs> っていうそういう献身的な女性っていうのがでまあ吉永小百合さんが演じてたキャラクターなんかも多分そ,それに順 近いものがあると思うんですよね。清楚っていうのと自己犠牲っていうのがセットになってて、で、まあ、あまあ、お上品なわけですよね。で、これが、あの、お姫様キャラクター、姫っていうキャラクターとお嬢様っていうキャラクターにこう引き継がれてって、宮崎駿作品とかに出てくるわけですよね。だから、あの、クラリスとかシータとか、まあ、いわゆるその、散々言ってますけどね、クラシックな映画の流れ、 から来たアニメっていうで、この、これに、その子供の頃直撃されるわけで、日本に暮らしてるとね、宮崎作品のお姫様を見るわけですよね。で、それ、その、その裏返しとして、 ちょっとはみ出したお姫様とか、いろんな。そしてまあディズニープリンセスも出てくるんですけど。まあディズニープリンセスの方は女性が作ってますからね、途中からね。だから昔のディズニープリンセスっていうのはシンデレラぐらいまではまあ男目線の、まあ非常にその都合のいい女なんですよ、まだ。まあそんなこんな、清純みたいな、清掃みたいなイメージが宮崎駿、 的なもの、系譜で、まああれ、あれもそうですよ。手塚尾さんもそうですよ。静かんなんかもそうなんじゃないかな。ちょっと姫ですよね、あれもね。っていうところのラインでずっと来る、ずっと続いてくるっていうのがまず A パターンであって。で、もう一つのパターンは、あの、元気な女の子ってやつ。で、男の子って、その、ま、特に漫画を読んでる男の子、漫画を読むような気分の時の男の子っていうのは元気ないですからね。ら元気になりたくて読んでるところもあるわけですよ。だから、その、元気ない男子に、 出しなさいよって言っっててくる女の子っていうのが、これが、えー、パターン B ですよね。<laughs> で、そのパターン B の中に、えー、ツンデレって言われる、その、まあ、いわゆる、その、ヤンキーキャラクターとかね、アスカ的なね、あん,、ね、あんたバーカーっていうのが、まあ、現れたりとか、そのバリエーションとして出てくるっていう。あともう一つは、えー、スポーツ女子ね、えみなみちゃんっていうか、これ全部80年代。80年代に、えー、まあ、その、スポーツする女の子っていうのも、まあ、 そのヒロインとして、まあ、結構出てきますよね。で、そういうその健康な女の子っていうかね。で、この健康な女の子の行かれたやつとして、あの、鈴宮春日とか出てくるんじゃないかと思うんですよね。で、ただ、そのぼんやりした男っていうのを牽引する引っ張っていく、現実に引っ張っていく、もしくは冒険に導くっていうか、部屋から引っ張り出してくれるって女の子だよね。で、その、いわゆる雨のうずめ的な、あの、岩戸にこもった余ってるオミカミを引っ張り出す役目っていう意味での元気ヒロイン。 っていうのがあって っていうね、でそそ、それが、まあ、えー、B パターン、C パターンくらいになるんじゃないか。B パターンだと思うんですけどね。で、その後の C パターンっていうのは、私なんかって言ってる女の子ですよね。か弱い女の子ですね。だから美少女でか弱くって、僕が守ってあげなきゃいけないんだっていうキャラクター。これもやったら、いますよね。これも都合よく、この男がヒーローになれるための装置として働いている弱い女っていうね。で、まあ、実際にね、その女って弱いのかっていうと、これ実に。 にこうね、そんなことはないんじゃないかなみたいなことになってくるわけなんですけど。まあ、女は弱くあってほしい。みたいなところも男の本音としてあるわけですよね。でこれが気に入らないっていうね。<laughs> あの、女性も言いたいなんですよ。それで、まあ、いろいろ喧嘩とかするわけなんですけど。あの、まあ、それでも明らかにありますよね。型としてね。で、四つ目のパターンとして、えー、非常にベタなエロい生き物としての女ってことですね。エッチなお姉さんってやつですね。で、このエッチなお姉さんがやっぱり出てこないとダメです からねその漫画はこう盛り上がらないのでねであのメゾン 国のね、あの、アケミさんとかね。あのー、まあ、ミネフジコなんかもそうだと思いますよね。でまあ、その、脱ぎ役女性っていうのは昔からある、ある,あるんですよ。ラブコメ書くときに必ず、この、脱がされる女って出てくるんですよね。で、これも一つのパターンとして。この四つあたりが、妄想で作れる女たちだと思うんですよね。で、それは、その、実際に女性と付き合わなくても、こういう感じなんでしょう、女って、みたいな感じですよ。それで、漫画って描けちゃうんですよ。なんでかっていうと、同じようにぼんやりと、 同じ夢を見ている者たちが読者としているから。 その、だよねと思って読んでるわけですよね <laughs>。こういう女いるよねって思って、い,いるよねと思ってるからいいよねと思って読んでるんですね。で、そこに対して、その、現実の女たちがあんたバカって言ってくるわけですよね。女ってそんなもんじゃないよっていうようなことを、えー、おっしゃるっていうパターンとかね。これが、まあ、えー、定番なんですかね。で、問題は、あの、この女をよく知らない、デートしてないうちに書いた、 漫画っていうのはヒットした場合ね。これを持続させなければいけないっていう風に編集者が思うっていうね。で、これはま散々言われてました。僕もあのさ、いろんな編集者から聞いてましたで、まあその中にいくつか。 あの都市伝説的にえ言われているのが小学生の頃から漫画描いててすごい若く中学ぐらいでデビューしちゃってでまあヒットしてますと。でこのまんま女を知らない方が売れるんじゃないかって思って彼らを童貞のままにしとくかもしくはえー女を教えて。 あのそういったお店に連れてって、えー、さらに作品の幅を広げるかどうか、えー、揉めたみたいな話は、えー、ちょいちょい聞きましたね。でその中に、まあ、そ,のそういうお店行ったんだけど変わらなかったとか、えー、もしくはその店に連れてっちゃったから変わっちゃったかなとかそのお店で出会った方とそのまま結婚されたとかそういったなんかそのいろんな噂はあるんですけどただその、えー、裏は取れてないのでねまわ、あ、に過ぎないので誰かとは言わないですけど。